のにゃん吉です。はい、ナナです。ルルです。はい、この番組では沖縄県内のサブカルイベントの情報やお店のゲストさんを招いてサブカルについて発信していく番組となっております。はい、この番組は収録放送となっておりまして、今週はリリさん含めて生放送中、ツイキャスで配信中となっております。コメントをお待ちします。この番組の提供は人狼シークレットパーティーの提供でお送りしております。ヤンキチさんどうぞ。はい、ありがとうございます。では、まあ、今回は5日2本撮りということで、2本目ということでゲストさん、素敵なゲストさんにお越しいただいております。呼ばせていただきます。リリーさんでございます。イエイ、リリーさんこんばんは。よろしくお願いします。お願いします。いいな、ありがとうございます。めっちゃ笑顔が素敵。本当かニコニコしてしまうんですけれども、今回日本撮りっていうことで、先週のこのゲストさんでたまゆうさん来ていただいて、そのユニットのお仲間であるリリーさんに来ていただきました。ありがとうございます。はい、リリーさん、じゃあ簡単にでいいんですけど、どういった活動をされてるかっていう自己紹介お願いしてもよろしいですか。はい、京都出身、沖縄在住のリリです。なる曲中心に音楽活動してて、路上ライブとかで活動してたんですけど、今はそっちでできないので、よくアルテ崎山っていう種類のところで、初めてワンマンライブをさせてもらったことをきっかけに、そこでずっとやらさせてもらってて、一番近い目標で今10月9日に向けて、ワンマンライブをするっていう夢があって、その時に、この間出ていただいたたまゆうさんと、ユニットになります。おー、10月9日ありがとうの日ですね。なるほど、なるほど、あ、なるほど、あ、ありがとうフェスティバルですか、つまり。そうですよ、実は。素晴らしい、いいですね。その時に先週ちょっとお話しされてたんですけど、ユニット名の発表があるって聞いたんですけど。言ってた言ってた。いいですね、なんか誕生日っていう感じで、本当にバースデーイベント、いろんな誕生日なので、その日、なんか自分が小学校の時に書いた歌の誕生日でもあるので。おお、小学校から曲書いてるんですか。すごい日記感覚っていうか、すごい、歌が浮かんでくるので、それを書いてたんですね。それでその時の日付が残ってて、2008年の10月9日にその歌を書いて、その誕生日をきっかけにワンマンライブをするっていうのと、なんかそうですね、その時に CD も出すっていう夢があります、まあ、すごい。あ、じゃあ10月9日に CD 出るんですか。そうなんですよ。おお、素晴らしい、すごい。それはアルバム、アルバムですね、2曲入りの、小学校の時に書いた2曲入りの CD で。おめでとうございます。楽しみにしております。いいですね、すごい。今はじゃあこのライブ活動を一応なるべくできるようにしながら、まあ、配信もできたらなぐらいの感じでございますかね。そうですね、今はもう音源制作が中心だったので、そっちに力を入れていたのもあって、それをしながらなんか人になんか配信とかで歌ったりとか、なんかリリーさんにちょっと質問があって、弾き語りの楽器がウクレレって聞いたんですけど、ピアノも、ピアノとウクレレ、ウクレレとピアノなんですけど、ピアノに関しては楽器歴がまだ2年目になって、なんか小さい頃からピアノを弾けたとかじゃないんですけど、自分が歌を歌うきっかけがその京都の友達だったんですけど、声優の夢を諦めそうになってて、その子をこの応援したいってすごく思ったんですよね。だけど自分がどうやって応援できるかって考えた時に、自分が夢を考えてないよなってすごく考えさせられて、それがきっかけでその子の誕生日に自分が歌を歌いたいって思ったんですよ、路上で。かっこいい、素敵、ロマンチックだ。家庭でしか弾けなかったピアノを始めて、で自分は小さい頃から楽器が嫌いだったけど、そこをすごく挑戦し続けて、今2年になって
あの人ん弾き語りっていう夢を今叶えているところなんです。めっちゃかっこいい、すごいいいですね。すごい、なんか今あどうぞ、ね、あごめんなさいごめんなさい。でもオリジナル曲ってさっき言われてて、さっき歌詞書いてる、曲書いてるって言ったじゃないですか。リリさんが曲を書いて、玉優さんが歌を作る感じの方、ユニット。どちらもリリさんができちゃう。なんでしょう。小学校の時に、なんかこの歌を作ってたんですけど、うん、その時っていうのが、なんかすごく自分は、あのですね、大きいいじめを受けてたんですね。すごくそれを乗り越えるために、その自分が作ってた曲っていうのがあって、それをその10月9日にあの歌いたいっていうのが今夢で、で自分は両方とも曲をその書いて、あの玉優さんの曲はその最近自分が浮かんできたので、それを作って一緒に歌いたいなって。おお、めっちゃいいですね。いいですね、楽しみ。初披露はどこだったり、これは10月9日だったり。そうですね。お、披露も9日で、この音源をこの販売するのも9日っていうことなんです。はい、あ、めっちゃいいですね。あの、ちなみになんですけれども、このなんかネットでこういう曲を変えたりするっていうのは今のところは なかったりですかね。やっぱライブに来ていただいて足を運んで、アルバムは購入っていう感じですかね。あ、オンラインショップがあるかどうか。そうそうそう。あ、それはどうなるんですかね。でも一応は最初はそのライブに来た方に結構多くて、そのネットでっていうのが、うん、そうですよね。制作の方に今力入れてたので、分からないことが結構あって、ね、多分その最初はこの来ていただいた方に聞いていただきたいなって思ってます。あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。現地限定ですよ、うん、このシングル10月9日、アルテン崎山さんで首里にあるっていうところですね。はい、楽しみにしております。そのですね、まあ、ちょっとキリがいいところで、はい、まあ、ラジオ聞かれてる方、まあ、ツイキャス生配信聞かれてる方、リリさんの歌聞きたいんじゃないでしょうか。聞きたい。なのでやった、今から FM 小座で流したいと思います。やったやった、皆様ミュートお願いします。私以外。それでは聞いてください。あ、ごめんなさい、リリさん曲名を言ってもらっていいですか。4曲目、君と見た桜です。はい、いいですね。Thank you.
待っている。聞いていただいたのはリリーさんで君と見た桜でした。 CM です。はい、では続いてのコーナー行ってみたいと思います。エピソード1の人狼のコーナー。ではルール説明をナナちゃんお願いいたします。はい、ここからはゲストさん含めて5人で人狼ゲームをやっていきます。1人お題に沿って30秒ずつプレゼンを行っていくんですけれども、この中に1人だけ嘘つきが混ざっております。この嘘つきを探すゲームになってます。そして今週のお題は、もし明日いきなり休みになったらどうする。最高、うん、それではルルさんからいきます。ルルさん、はい、用意スタート。はい、ルルさんが明日休みになったら、まあ、本日月曜日なので明日火曜日ということなので、うん、私日曜日だけがお休みで、おでただいま土日が映画館閉まってるんですよね。あ、私ほぼ毎週映画館に行ってるって言っても過言でもないぐらい映画好きなので、すごい、もう明日、もう今日明日休みだったらもう映画を多分3本ぐらい見るんじゃないかなって勢いで映画館に行きます。以上です。はい、続いてにゃん吉さん、はい、よーいスタート。はい、私にゃん吉がですね、明日休みになったらやりたいこと、それはですね、ゲームでございます。はい、めちゃくちゃゲーム好きなんですけど、普段人狼ゲーム会とか外に遊びに行くこととかで土日を費やしてしまうんですけど、平日って誰も一緒に遊ぶ人いないじゃないですか基本。なので家にこもってスイッチでめっちゃゲームする、しかも今流行ってるポケモンユナイトってゲームをガチでやろうと思いました。休みになってほしいな明日。まあならないんですけど。はい、以上でございます。ナナちゃん、よーいスタート。はい、私明日が休みになったらですね、タスクが溜まってきてるんですけど、とりあえず私も土日の休みが結構多くてですね、日曜日休みなんですけどカフェ、なんか日曜日休みのところ多いんですよ、うん、なぜかなので、食べ歩きをお昼にして夜は自分のためにゆっくり時間を使って休んでリフレッシュしたいなと思います。予定が来週ライブが2本入って予定がつれつれなんですよ。ゆっくり寝たい。寝たい。一日寝たい。リフレッシュね。続いてリリーさん、よーいスタート。私明日休みだったら、占いに行きたいです。なんかこの間なんか沖縄一なんかすごい有名な占いに行ったんですけど、すごくじっくり来るものがなくって、うん、なんかすごいその気がつくんですよね。やっぱこの占いを聞くことでなんかすごい自分がなんかこうエネルギーをもらえるから、もっと、うん、なんかもっとすごい人に会ってみたいと思います。あ、いいですね。それでは濱家さん、よーいスタート。まあですね、結構なんかぼーっとするの好きなので、おもうひたすらカフェとか行ってもコーヒー飲みながらあーって言って終わるみたいな一日を食べのんびりのんびりめっちゃいい、まあ、飲みながらとか、まあ、YouTube 見ながらみたいなのをもうコーヒーひたすら飲みながら外見て、あー今日一日休みだっていうのを満喫しますね。まあ、ひたすらひたすらぼーっとする、いいですね、休みの使い方。リフレッシュでだ、うん、議論時間は6分間です、はい、頑張って狼を追放しましょう。それでは皆さん、おはようございます。議論開始です。おはようございま す。まずはリリーさんに言いましょうね、はい、もう先ほどの人狼を引いた時の顔と比べ物ないぐらいにもう柔らかい表情なので、リリーさんはのこと言ってます。でもあえて言いましょう、ね、リリーさん、もう一度何でしたっけ明日の休み。行きます。占いですね。占い。どっちかっていうと、その自分自身を占ってほしいっていうより、うん、なんかなんだろう、自分もなんかこのいろんな人を見たりとかするか、うん、なんかこの負けてないなみたいな。幼い頃から人と目を合わせたらその人のオーラが見えるらしいですからね。え、そうなんですか。すごい。特殊スキルでございます。そ
もうそれ占い行かなくても自分でできるんじゃないですかもね、自分で占える 色ってか占い行きたい、まあ、その、今リリさんが我々、まあ、全員4名を見てこいつ嘘ついてるなっていう色をちょっとね、てもらった方がいいかもしれない。不穏な色え、なんですか、誰かを色見て、あ、こいつの目は嘘ついてるなっていうオーラを、そんな感じで使えるんですか。どういうものなのかもよくわからない感情色を見るっていうより、うん、とか性質を見るんですよ。あ、終わったって聞きたいかも。聞きたい、終わった後ぜひ聞きたいよね。後ということで、ね、後ほどということで、じゃあ、玉湯さん、玉湯さん、今誰か怪しいとかありますか。そうですね、どうだろうかな。でもルルさん、ちょっと毎週行ってるのにユニーク映画あると思って僕同じ映画3回も見る。すごっ、頭いかれてる人なんですよ僕。頭いかれてる、日本続けて同じ映画平気で見ますからね。そのセリフ覚えちゃうねそうえ、ちなみに最近見た、連続して見た映画って何があります。最近連続はないですね。連続してみたの最近、ドラゴンボールのブロリーだと思う。何そのマニアックな感じなんか 3D と 2D が上映されたから。ちょっと前のやつ結構前じゃない。ちょっと前じゃない君の名は3回見たよおお、わかる。それはね、有名どころはめっちゃ見ますよね。名前知ってるのに見てるんか1回見て、知って2回見て納得して、3回見て世界観にハマったね。おお、いいですね。やばい。ああ、ヤンキッツさん誰がやってるか、はいはい、実はですね、私ぼーっとするたまゆうさんを怪しんでおります。うっそー。ちょっと怪しくない、なんか怪しいな。あ、飲み物飲んでる、めっちゃ飲んでるよ、ほら。喉が渇いてますか。似たり寄ったりだからちょっと疑えなくて。あ、そっか。なんだちゃんカフェだからね。カフェ行ってボケっとしたいし、なんだったり寝たいし。僕は正直、ニャンキスさんと同じ意見なんですよ。今回、珍しい。たまゆうさんを疑ってるんですか。珍しい。最初、ぼーっとするって言った後に、付け加えた方よりことによりカフェとかいろいろ付け加えてたでしょ。だからふわふわしてるの。だから考えながら喋ってるなーっていうイメージがすごい強いので、多分嘘つくのが苦手なんだろうな、玉井さんはと思ってます。実は超素直だった説。まあ、その辺をリリさん、玉井さんのことどう思いますか。いやー、どうでしょうね。結構ぼーっとしてる時もあるんですけど。あ、そうなんだ。すごい。あながち本当らしいですよ。あえて、いや、日頃からぼーっとするのはいいと思うけど、あえて明日休みで好きな時間使っていいって時に、あえてぼーっとするかね。確かに。そうなんだ、ね。確かに常に考えてる。おー。常に考えることを組み立てるの好きなので。あ、妄想族なんですね。妄想族。いやいやいや。それをわざわざ一旦外して、もうコーヒー飲むっていう。コーヒー飲みながら。今のは発言は、タメさんものすごく僕は信じたいなと思ってます。なのでタメさんが今怪しいなっていう人を言ってほしいです。確かに誰だろう。どうだろう。結構僕でもルルさん。ルルさん疑われてますよ。でもこんな状況でルルさんを言うことは。結構きついと思うのね。なんでなので、ね、うん、今日、にゃぎちさん絶対違うよ。私、スイッチのゲームめっちゃやってますよ、今。ポケモンユナイトも。だから、言ってそうですからね、なんか。あえて休みじゃなくてもずっとやってるんじゃないかなっていう。いや、実は休みの日がね、外に出る予定が多くて、本当に家でゲームができないんですよ。だから、家でまったりできる平日ってよくないですかっていう感じ。わかる。難しいな、これ。誰が狼か全くわかんないですね。ちょ、今回難しくって。なんですか？うん？カフェ、なんでカフェ？あ、確かに。あ、私土日が休み多いんですけど、日曜日とか土曜日とか、私美容室もコロナ怖くて行ってない聞いたじゃないですか。土日でカフェとかやたらいるんですよ、人が。怖くて、できたら人がいない時にゆっくり行きたくんで、平日とかに行きたいなっていう願望。日安多いんですよ。人避けたい。いや、難しいな。どこに行きたいですか？
あ、最近あの港川とかのあっちらへんでカフェができてて、あと喫茶店ができてるんですよ。ナポリタンが美味しいって聞いたんで、ちょっと食べに行きたいなと思ってますんで、うん、港川のカフェ、そうそうそう、なんか聞いてて気になる。あ、難しい。私は逆にちょっとリリさんあると思うんだよな。最後のリリさん、まあ、はい、終了でございます。根岸さんどうぞ。はい、なんかめっちゃ難しいですが投票の時間になりました。はい、私がですね、あの3、2、1というふうにカウントを取りますので、狼だと思う方の名前を呼んであげてください。はい、では決まった方は何かポーズをしてください。よし、いい感じ。あ、これいいな。よし、ポーズしましたね。では、いきます。狼だと思う方の名前を呼んでください。3、2、1。たまゆうさん。たまゆうさんって言った人の手挙げて。みんなたまゆうさんだな。あ、2人だけですね。2人ですね。はい。ルルさんと言った方。あ、たまゆうさんだけ。なんなちゃんは誰って呼びました？ごめんなさい、リリさんです。リリさん。リリさんは？え？あ、ビックス呼ばれたんだ。リリさんは誰を呼びました？ナナちゃん。ナナちゃん。あ、111で、たまゆうさんが2ということで、ではルルさん、お願いいたします。たまゆうさんを追放して、村に平和が訪れたのか。人狼さん、カミングアウトー！うそだ！リリさんだ、すごい！本当に宝くじ買った方がいいかもしれない。宝くじ当たりますよ、これリリーさん。2週連続日本連続狼という、この占い一緒に行ったんです、今日は。占い行ったんです。難しいところがあるんですよ、だからこの人。なるほど、すごい騙されちゃった。楽しかったです。まあ、ガチでちょっと呼吸困難に落ちる。笑いすぎて呼吸困難にリルさんが。え、たまゆうさん面白かった。あったの周りかめも。はい、残すところ時間は残り2分ですね。はい、2分です。最後に、リリさん、今後の夢、はい、野望など最後に告知でもいいですし、十分にお話お願いいたします。自分はなんか小学校の時になんかいじめを受けたことがきっかけで、なんかすごく暗くなったり、自分のカラーとかそういうことも蓋をして生きてきたんですけど、沖縄ではその歌を歌うっていう夢も、色を見てあげるっていう夢も叶っています。なので、その自分が小学校の時に書いた10月9日に、自分がすごいあの時自分を励まして歌ってた歌を CD に出してワンマンライブにするっていうことが自分にとってすごい夢です。で、それを叶えて、なんか自分は小学校でその歌を歌っていきたいっていう夢もあるので、なんかこれからそうやって活動していきたいと思ってます。あともう一つ、10月9日にはすごく意味があって、実は初めてたまゆうさんと会った日でも。おー、すごい。すごい、鳥肌立った今。なので、騒ぎたい。その日にワンマンしたいです。よろしくお願いします。うわ、楽しみにしてます。すごい、何個の意味がかかってるんだ。10月9日っていうキーワードがもうリリーさんだから、すごいパワーですね。ね、何かするときは10月9日にやったら成功するみたいな感じになりそうですね。縁起のいい日になりそうですね、本当に。うん、ね、宝くじ。確かに今めっちゃ高まってますもんね、運気が。2週連続スクラッチしたら当たりそうだよ、ね、当たりそう、本当に。当たっちゃうかな、もう。使い切ってない、大丈夫大丈夫です。もうどんどん継続していきます。今貯めてるところだから。うん。素晴らしい、楽しみにしております。10月9日、10月9日、どんな歌が出てくるのか楽しみ。10月9日、まあ来年の10月9日も我々の番組お待ちしておりますので、ぜひリさん、はい、またよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また来週。ありがとうございます。